今から、ね、まあ50年か60年前かなお隣のチャイナはね文化大革命ってあった時にね2,000万人から5,000万人、まあ、ちょっとこう幅がありますけども、まあ、最大としても5,000万人ぐらいが餓死者が出たんですよ。で明治の初めの頃にもね中国はもうすでにね1,000万人の中国人が餓死してるんですよ。インドではねインドに行くとイギリスのね植民地時代がありました。 5000万人が餓死したんですよ。1930年代ではね、ソ連の占領下でウクライナっていう国があったんですけど、それ占領下だったんですよね。で、ソ連に占領されてウクライナの市民がね、1000万人が餓死して死んだんですよ。日本ではね、戦争中を除いてはね、餓死するまでの危機が私たち近年は見てない。それは江戸時代まで上がればあります。 江戸時代っていうのは、よく見ていると、もう本当にも。どれだけの災害があって、どれだけの人が死んだかっていうことですね。その中で創、ね、意工夫をしていったんですよ、みんな。うん、ですから、そこで、えーねえー、備蓄米が大事になった、芋が大事になったわけですね。その江戸時代にも学ばなきゃいけないわけです。日本という国は、ですね。四つのプレートに囲まれていて、この陸。 大陸ができてるわけですからね、えー、ですから必ず地震雷津波火山とか台風とか、まあ、災害大国なんですよ災害対策として、ねえー、この古いお米を取っておくんだということで必ずもみ米を取っていくもみ米に添わなければ芽が出ないからですよ皆さん白米にしたら目なんか出ませんからね。で備蓄をしていく でここ5枚ぐらいまで持ってたわけですよね3年ぐらいあの国民が食べるぐらいで持ってたんですね、えー、この米は最も大事な、えー、穀類の一つの米がこの備蓄をしてて玄米だと20年持ちますしもみ米もみもみだともっともっと持ちますこんな、ね、酸化しないで長く持つような穀類ってそんなにないですよはっきり言いますけど。 ですからこそ二人御琴様がラス様の命を受けて日本の国に持ってきたこの米は大事にしなきゃいけませんよっていうことなんですけども。